こんにちは香水です今日のテーマは「浮気に悩む妻必調」浮気相手と同じ土俵に乗るな妻の座はそう簡単に奪えないドラマ「恋する母たちより」というお話をしていこうと思います。今「恋する母たち」というドラマをやってるんですけどねなかなか香ばしいドラマです。大人向けの面白いドラマだなって思って見てます。 原作がサイモン・フミさんで、まあ東京ラブストーリーね、あれの書いた方ですけど、とても懐かしいですけどね。これのドラマの扱っているテーマがなかなか面白くって、結婚している子供がいる女性がどんな心理になって浮気に走るかっていう、それをリアルにドラマにしてくれている感じなんですね。で、ドラマの中で夫に浮気をされる妻の話が出てくるんですけれども、 中リーサちゃんが演じているマリがマリの家族ですねマリのことを今日話そうと思うんですけどこのマリの旦那さんは弁護士でもうタワーマンションに住めるぐらいのお金持ちなんですよ要するにマリはセレブ妻ですねでも夫は自分の事務所の秘書のノリコと不倫しているんですよこの秘書がまた絵に描いたような意地の悪い女性で 2人のジョージの間に話している言葉をわざと録音して、奥さんに当ててメールを添付して送りつけたりするんですね。で、そのメールを聞いたマリは怒って、弁護士の旦那と一緒にノリコの家に話し合いに行くんですよ。で、旦那とそのノリコは口裏を合わせていて、まあ,あれは酔った席での言葉遊びだっていう白を切る予定だったんですね。 でその秘書のリコがそういうふうに一旦言ったんですけど態度としては奥さんに対してすごく敵意むき出しで引かなかったんですよねで奥さんに宣戦前布告をしだすんですよそもそもあなたは彼にふさ,しふさわしい人なのかしらっていう感じですごい挑戦的な言い方をこのマリにしてくるんですねでこのリコがなんでこんなに挑戦的な言い方ができるかというと マリの不倫の証拠を掴んでいたからなんですよでマリは主婦なんですけど、まあ、ひょんなことで知り合った根着帝丸太郎というまあ、安,倍安倍貞夫さんが演じている人気落語家から猛烈なアプローチを受けていてですね、まあ、徐々にその丸太郎に惹かれていってる状態だったんですよまだ完全にはこの時点では落ちてないんですけども徐々に惹かれていってまあ、道端でねこう不意にキスをされてしまうんですね そのシーンをリコが見ていたみたいで写真に撮ってそれを週刊誌に垂れ込んだりしてたんですね。で「あなたは口では何とでも言えるけど浮気してますよね」と「私見ちゃったんですよ」と「こ弱点丸太郎と浮気してますよね」っていうふうに旦那の前で言うんですよ。でリコはこれまでマリーと彼との間をね壊して自分が勝利するつもりでこの爆弾を投げたと思うんですけれども。 これ結果どうなったと思いますなんとこの弁護士の旦那は浮気相手の紀子に「この件は俺が全部悪かった」と「悪いけど事務所をやめてくれ」っていうふうに言ったんですね。再就職の責任を責任任持っててやるからやめてくださいというふうに言って奥さんをかばって浮気相手をクビにしたんですよ。でこの秘書の紀、ね、子の,の策略は見事に玉砕して自分が捨てられる 結末になっってしまったんですね奥さんの浮気の証拠まで掴んだのに捨てられたんですよ。で妻の浮気まで発覚していても男性ってね案外こういう決断をするんですね。でこれ私はドラマだからこれは起きてるっていうふうにあんま思っていなくて割と世間でこういう結末ってよくあると思って見ています。まあ、男の人ってこういう事態になっても結局家庭を取ることが多いんですね。 で旦那さんが浮気をしているって結構相談ってねうちにも結構多くてですね、まあ、すごい奥さんがもうすごい不安になって自信がなくなってるんですよ浮気相手にね奥さん旦那さんを取られるんじゃないかっていうねビクビクしてたりするんですね私は今日ねこの話がしたかったのはそういう奥さんに言いたいことがあるんですよ何かというと妻の立場ってあなたが思ってる以上に重いから そんなにビビらなくてもいいっていうこと妻というポジションは男性にとってはかなり重要なポジションなんですねで。それに比べて浮気相手っていうのはちょっとしたいたずらみたいなもので、まあ、ほとんどの男性は浮気相手と奥さんを並べて比較はしていないんですよ。浮気されてる奥さんの発想では、ねこれ女性の発想なんですけど、浮気相手と自分を横並びにされて比較されているようなイメージで頭の中で、 浮か,ば浮,か浮かんでると思うんですけどそれで苦しんでるんですよ私負けるかもみたいなでもそれはあなたがあんまり男性の脳の中を分かっていないいなと私は思います男性の中ではね奥さんっていう存在っていうのは圧倒的に上位にいるんですよで浮気相手っていうのはそれでいうとどんなもんかっていうとおまけみたいな感じなんですよ もし本当に困ったらいつでも切れる位置に置いていくというか男性の中では大抵はあまり重要じゃないポジションのところに置いてます位置づけとして。でたまにまあ恋愛気分とか楽しいことだけ味わう相手としてのまあ相手っていう感じなんですね。これは男性と女性が何を重んじるかが違いすぎることによる思考の違いだと私は思っているんですけれども男性ってとても社会的な社会性の高い生き物なんですよ。 でそして責任というものを重要視してて生きてますそれって女性にはあんまりない感覚じゃないですかだからなかなかここが分かりづらいと思うんですがこの社会性と責任を重んじるっていうことがあるからこそ奥さんという立場あなたが思ってる以上に強いんですよってことが言いたかったんですね。でやっぱり女性のなんか中では社会性ってあんまり重要視してないというか。 自分の発想の中に社会性ってあんまりない人が多いと思うんですね。社会の中で自分の位置づけがどこにあるかなんて、あんまり女性は考えませんよね。でも男性は全然違くて、社会の中で自分のポジションがとっても大事なんですよ。なぜなら、それが揺る,さ揺るがされることは、自分の地位とか積み上げてきたもの、お金も全て、全部失う可能性があるからなんですね。 地位とか社会的立場とかお金とか失うことは何を意味するかっていうと、力がなくすこと、力をなくすことを意味するんですよ。男性にとって力って何よりも重要な項目なんですね。なぜなら力のない男性は女性から相手にされなくなるし、誰のことも幸せにできなくなるからです。で、男として地位がある男性とか社会的な影響力を持っている男性、あとお金たくさん持っている男性って力があるってことなんですよ。 誰かを幸せにすする力が大きいってことなんですねその,その持ってるものが大きければ大きいほど。で例えば好きな女性を幸せにするって言った際にも地位も影響力もお金もない男性はできることがすごくち小さいんですよ少ないんですよだから女性もそういう男性あんまり惹かれないじゃないですか。もしもあなたがいざ困った時男性が自分の持ってるその力をフルに活用してあなたが抱えている問題を解決してくれたとしたらどうです やっぱり頼もしいなって感じて好きになったりすると思うんですねでこれもうちょっと具体的に言うと例えばですけど例えばあなたの家族が病気になったとしますね。で病院のベッドが開かなくて入院できなくて困ってたとしますよね例えばですよでそれをまあ、男性に相談したとしますそしたらその男性が社会的に力ある,ある人だったりすると人脈とかお金とかそういうの全部使って あらあらゆるところに働きかけてくれると思うんですね。そしたら入院するベッドのなんかを確保するのかそんな難しいことじゃないから、パッと確保してくれて、そこを使っていいよみたいな、言ってくれるっていうことが起こるんですね。そうやって、あなたが困ってることをすっと助けてくれる。それだけの力を持っているっていう男性に、やっぱり惚れますよね。そういうことなんですよ。男性は誰しもそれができる自分でいたいんですね。そのポジションでいたら、 自分の好きな女性を幸せにできる,できるからですで、幸せにできたらやっぱり好いてもらえますし自分が好きで気に入った女性を自分のものにできる一緒にいられるっていうことだからやっぱり力があるってことはまあ極端に言えば愛人だって囲えることもできるしいろんなことを叶ううこことが多いいんですねこのように力を持っているかららこここそそ求められるるとを男性は分かっているのでそこを失うことが何よりも怖いんですね。 だから逆に男性を脅か,しか脅かしたかったらそこの部分を脅かせば一発で降参するわけですよね。社会的な立場がある人ほどそこは急所なんですよ。でそうやってあと責任ですよねこれは社会性にもまあさっきの話にもつながってるんですけど責任を取れれななない男性って社会でで相手にされなくなるんですねやっぱり結婚したっていうことは奥さんの親に挨拶をして ね、奥さんのことをしやすいにしますっていう宣言をしてるわけなんですねでこの宣言にやっぱり責任があるんですよで子供を作ったとしたらなおさら責任が重いですよねで家族とか女性とかそういったものを男性は守ろうとする本能があるので自分の責任の範疇のことを守れないっていうことをよしとする男性ってめったにいないんですねなのでまあナチュラルにそこを守ろうとしていくんですよでよ女性はやっぱり感情とか なんか安定とか安心とかをすごく大事に生きてたりする人が多くてあんまり責任とか社会性とか考えて行動する人って少ないのでこの男性的ななな部分がなかなか理解できないとは思うんでですねでも男性はこういう性質だから責任と社会性の部分を優先するからこそ簡単には離婚しなないっていうことなんですよここを知ってお,おいた方がいいと思います。 だから旦那さんが浮気したからといっていたずらに不安になって浮気相手に取られるとか思わない方がいいと思うんですよねそれはあなたの妄想であってそんなことを滅多なことがなければ浮気相手に本気に走ることはまずないですからで、女性は 感情をやっぱり優先しがちな,んなのでその発想で浮気という現象を見てしまうから旦那さんも感情に走って浮気相手に走るんじゃないかという発想についついなっちゃうんですけどそれはあくまでも女性性のの発想想からら見た妄なななんででですすね男はは全く違うう思考をしているのでそうはならないるそもちろん,なんか浮気してるにはね要因があると思いますからそこは別途、まあ、帰り見ていく必要性はあると思いますが。 その奥さんのポジションでいる限りよほどのことをしない限りでは奥さんを捨てて浮気相手に行くってことはまあないと思いますだからそこを知って落ち着いいいててて対応していってくださいで今日はいたずらに怯えなくていいですよっていう話なのでその浮気の解決の話ではありませんでしたが解決に関しては浮気するにも原因とか要因って必ずあります。 だからまずはそこをクリアしていくことは現実的にはしていかないと浮気は多分収まらないですね特に長期にわたる浮気って相手手の女性ととすすぐに手を切れないいことが多いんですよだから長期戦になっていきますのでその場合何よりも奥さんの精神の安定が必要なのとあとコツを知って対応していくことが大事だなっていうところで、まあ、ここに関してはね個別に相談してもらった方が早いかなと思います。 で私の場合 FEFOG って言ってね5ファイブエナジーフィンガー・オブ・ゴット長いタイトルなんですけどっていう技を持っていてですねこれをやると、まあ、そういったどうしても消えなかった相手への怒りとか嫉妬とか恨みつらみとかそういう心理的なトラウマ的なものってあるじゃないですかああいったものがほんの一回の鑑定でふわっと消えてしまうんですよね でこの技はもうアトラクションごと動かしてしまえる技なので、まあ、いわば神の領域なんですよもうねこのこの世界っていうのはもうそこまで来てるんですねで今の時代もう悩みとかそんなのを何時間も何回もかけて自分と向き合って解決するとかね自分を深掘りしてとかそういうね古いやり方もいらないんですよだから心理的なネガティブなことを消せるあのクリアすることって、まあまあ、結構簡単なんですね このように心理的な不安は簡単にクリアできますのでそこのクリアにした上で先のことを落ち着いてやっていけばいいと思うんですね。でまあ FEFOG に関しては予約のホームのメニューに FEFOG を選ぶタブがありますからそこから選んでいただければいいかなと思います。はい、ということで本日の話は以上になります。最後まままでお聞ききいいたた。だししてありがとうございま,したまた別の音声動画でお会いしましょう。